騒動の前は本当によく飲んでたんですよ。好きやん、この甘いタピオカミルクティーをね。あーもうノリがおもんないわ俺からしたら本当に。あーいいですよ、もういいです、もう、はい、誰か、もう誰でも、ね、もういじってください、もういいです、いいです、はい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 ノリ、このね、もう長いわ何笑ってんねんだからそれでもうなんとかも残ってこの前だ、ほんで宮迫さんもうやめろ思ってたから、そうそう、やめましたし、うん、実際そのままやめたけどな、やめたんですよ、テネスバイを、うん、あっこでそのまま一人で帰ったらちょっと反省して謝ろうと思ったけどお前の走ってきてこうやってあの下からこう謝ってこの角度のいやお前が腹立ちすぎたやんと、ちょっと待ってくださいよ。クレームは他にもあるんです。いや、フジモンにあるんです。いやこれはいや僕らじゃあありますよ、それやったらそれは後で聞きます。まあ一個一個やったら一個一個、じゃあ宮迫さん、はい、このクレームは一番でかいかもしれません。うん、まだあるんですよ。ありますあります、あのちょうどだから東京にまあ行ったやんか、はいはいはい、ね、宮迫さん、アメさん行きました、行きましたね、はい、ほんでまあ今一時もちろん仕事がない時期がありましたけども、なんやかんやで結果仕事が増えだした時期に、はい、一番増えたのが俺一人でな、あの番組の仕切りをやるっていうのがものすごく増えたんですよ、はい、気分は上々と、はい、やってましたね、パパパパパフィーとか、あ、出てました出てました、学校へ行こうとか、はい、出てました、もうものすごい数俺やってたんですよ、はい、後にそこからあのコンビでもうやるようになり始めるんだけど、はい、プッスマとかね、はい、もう8週連続と ほぼレギュラーみたいなことをずっとやらせてもらって、はい、うん、でなぜそれが起こったかというと、ボキャブラ天国というもののグループが一気に落ちたんですよ。番組が終わってんですか。番組が終わって人気もすごい人気でしたけどね。それが一気に消えてしまったことによって芸人自体が誰もいなくなったんですよ、その時期、うんうんうん、だから必然的に、でちょうど俺ドラマとか出してもらったから知名度だけはあったので、はい、必然的に全部回ってきたんですよ、仕事が、うん、はいはいはい、これはもうすごいチャンスやった、はい、いいことですよ。今こそこれも蹂躙できると、うんうん、全局いけるぞっていう状態の時に飲んだの覚えてます、大阪で超合金かな、その時吉本超合金、大阪で関西の方でやってましたね、はい、大阪でね、すごい流行ってました、はい、すごい流行ってました、はい、流行ってましたよ、ね、それで僕はその時飲みました、原西も言うた、はい、同じことは言うた、でフジモンにも同じこと言うた、何かというと今来いと、今東京に来たら総取りできると、はい、で一緒にもう一度やって全部取ってまた新しいムーブメント作ろうぜっていう話をしてるんですよ、ね、それでフジモンも原西も、はい、原西は最初に言った時に、はい、行きたいと、はい、東京行きたいって言ってて、せやろ今来いって、今誰も敵おらんから、今やったら絶対勝てるから、お前らやったらいけるねって言って俺行きたいです、じゃあフジモンにも言うなってフジモンって言ったんです。フジモン、いや今100万ぐらい持ってるんですよ、なくなるの怖いっすって言われたんですよ。え、もう宮迫さんやめましょう、そういうの。いやいや、やめましょう。その100万はなくなる100万やぞ。今大阪でどんだけ流行ってようが終わってしまいますからねって。大阪であの年でやっぱり月ね100万とかもろてたらやっぱりね、そこを捨ててまで行く勇気はないですって。いや、それを捨てていかないと、いや、あの全国的に勝つっていうことはできへんで、そうじゃないと絶対差ができてしまうぞって散々言って、いや怖いわって言われたんですよ。いや怖いっすよ、誰だって怖いっすよ。いやだったらお前 とあのジャリズム山下が同じこと言う、やめてください。絶対やめてください、あいつと一緒にすんのは。いや同じこと絶対やめてください、そんな数ケツ割るような男と一緒にすんのやめてください、そんなねえ。でこれ、いや違う、でもあの時いや、はい、正直ね、はい、いやあの時来てたらまた全然、いやそれは宮迫さん結果論ですって。いや結果論やけど、いや今はもう宮迫さんは成功したからそういうこと言えるんですよ。いやあの時点では成功してないやんか。 あとね、はい、正直その時代、はい、あの超合金の時代、はい、この顔ですよ、この顔やのにねモテたんですよ。ちょっとだからそれがさらに全国であの全国ネットで打ったらもっとモテったわけやん。誰がこの顔東京で受け入れんねん。アホなこと、関西やからなんやったら知らん知らん知らん、それは知らんけど、大阪やからこの顔受け入れられたとかあるんですよ。でも今、いや今宮迫さんはちゃいますやん、ちょっとやっぱり正直顔もシュッとしてるしね、まあ、ちょっとね、あの器用やし、うん、東京って土地にやっぱり宮迫さんはがっちりハマったんですよ。いやいや違う違う違う、
で、あの時に来てたら絶対あの勢力図がなんか変わったと思うで。いや絶対変わってませんわ。いやそんなことない、そんなことない、変わったと思う。じゃあもっともっと強めに言うてくださいよ。もっともうこう首根っこ、まあ、首根っこをこう捕まえても引っ張るぐらいな感じで言ってくださいよ。じゃあ言ってましたよ。おかしい。その時別に俺もあの蹂躙できたわけじゃない、勝ったわけじゃない。で今やったら勝てるぞって、お前ら来てくれたらもっと勝てる可能性あるぞっていうことで来てほしかったんで。で結果どうなった、はい、その100万持ってた時のその100万どうなった結果。まあ正直どんどんやっぱりその貯蔵金も終わって、どん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 やっぱりなくなっていって、仕事もまあなくなったというのか、まあまあね、うん、ちょっとやってましたけど、でもほぼゼロ。まあまあはい、給料もうん少なくはなりましたよ。そうやろ、はい、なりました。でその間に俺はほらワンナイとかアメトークとかっていうことでしょ。もしかしたら一緒に何かをやってたかもしらんよ。いや絶対やってませんわ、ずるいわ。ずるい、なんぼでも言えるわそら。うまいこと言ってんからなんぼでも言えるわ、まあ、そんなもん、ね、ほんまに謝ってこれ、ね、謝って、今さらそんなん言われてくないんですよ、謝って。トラウマやこれ、トラウマ、ね、トラ謝って、もうおめでとうございます。やめてそういうこと言うの。こいつとは仕事できへん。いやこいつは仕事できへんやつ。いいです、だからあの藤原からの俺にクレームくださいよ。じゃあくれな。いっぱいありますよ。ないねん。いっぱいありますよ。あんまないねん。あれなんなんすか。どれ。天然素材時代です。何。俺と上から下まで、うん、全く一緒の服着てきたことあるじゃないですか。あれなんなんすか。あ、どれ。どれのことやろう。え、同じ。短パン半袖ジャージですよ、上下。ああ。あー、はい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 、はい、あった俺着てたんですよそれ。あ、まあまあ、宮迫さんのイメージやな。そうやろ。いや俺が宮迫さん着るから俺着られなって思って、なんか俺が引いて。じゃあれはだってファンの人にもらったやつそのまま着てただけで、俺知ってるやん。でも知ってますやん、俺がその着てたっていうのを見ててやで。はいはいはい、一緒の着れます、まあ、当時流行ってたからもらったりもするんでしょそりゃ。そうそう、でも全く一緒やで。いや違う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 ね、あのいや正直じゃあ言うわ、憧れてた。じゃあさ、あのお前とか大輔には憧れてた。なぜなら、異常にダサかったから。よし、まあ、知ってますよ、ここ二人異常にダサかったから、まあ、じゃあそれを言ってください。じゃあ宮坂さん可愛いな。いや、ね、ね、若い時にさ、もう俺が何やったら見つけてし、さっき来てますよみたいな感じで立ち振る舞うのよ。でも俺のイメージやろ。まあイメージはもう、はい、俺の勝ち、アホ。俺の勝ち、アホ。この赤いライン入ったな。そう、そうそう、まあ、あのイメージ、ね、俺のイメージでしょ。はい、はいはい、俺の勝ち、アホ。いや、アホじゃないわ。アホじゃない、アホとかじゃない。じゃあ、ああいうのもちょっと本当にね。俺ちょっと一個、うん、いいですか。なになになに、宮迫さんって、うん、なんかすごい、多分統計とかにも、はいはいはい、特化してるってイメージあるんですけど、趣味ね、はい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 、あとグルメとかで、うん、はいはい、ほんまですかって思ったら何やねんほんまって。まず、なんでそう思ったかっていうと、はい、もう昔ですけど、おい原西と、隠れ家的な美味しいスパゲティの店があるぞ。これはこれなんか言う。いや、だからそれでほらほらほら、はいはいはい、わかるわかるよ。連れて行ったところが壁の穴やったんですよ。そう、壁の穴な。誰でも知ってるし、知ってる人が。今当時ものすごい有名やった。急に時計とかでもハマるじゃないですか、うんうん、はいはい、結局あれですか、誰かがやってたものを。違う違う、まあ、時計は全然違う経緯でハマってるけど、はい、グルメ、例えばパスタっていうのは当時流行ってて、流行ってました、はい、な、流行ってました、全然知らんかったから、はい、グルメでも、だから当時グルメでもなんでもないよこれ。あんまりその、まあ、飯食えたらええわぐらい、はい、感じやったから見つけたと思って、流行ってるとは知らんよ俺。基本的にほとんどのことも興味ないやん、はい、はい、そうです、そうです、流行りとかさ、はい、そんなもう完全に疎いから、壁の穴なんてものが流行ってるなんて夢にも思ってなかった、はい、カプリ調査もしかり、そうそうですよね、そうそうそう知らんから見つけたぞって言うたらずっと半笑いでおるからさ、うん、実は有名やった、はい、後に分かったかな、はいはい、でもな、あの、うん、ファッションにして、ファッションに関しては当時から憧れてた、正直。それ言うてくださいよ、だから。当時は言わへんな、そんなこと。まあ、いや、今、僕もダサいと思いましたよ。
宮迫さん。お前、じゃこれ俺もほんま忘れもせん。いや、俺も忘れないですよ。あの震災場で、あの恵比寿橋のとこやろ。はい。あっこで、当時俺はあのリアルスギちゃんの格好、ようテレビで言うてるわ、リアルスギちゃんの格好してたと。この袖なしね。袖なし、じいちゃん。じいちゃんやって、俺その当時、はい、ロングブーツ履いてたわ。ほんでハーモニカのハーモニカのペンダントして、ね、ほんで指出てるあの革のこれですよね。フル装備、ヒーローはフルもうフル装備です。フル装備ですよ。フル装備にもダサいよ。でも当時はそれがかっこいいと思ってたから、それでもう堂々とその大阪南の街を歩いてたら、前からほぼ同じ、ほぼ一緒です。ほぼ一緒でバンダナだけそいつはして巻いてるやつが前から歩いてくる。おい、こんなセンス丸かぶるやつ世の中におんのかが腹にしやって違ったら、バンダナと俺は長渕剛の十字架のペンダントハーモニカじゃないです。そうそうそう、長渕剛ってハーモニカしますよね。そうそうそう、俺は長渕剛を切って書いた十字架のペンダントあと全く一緒、他は一緒やったな。いや、すごかった。俺当時さ、でサングラスが流行って、はい、でまあみんなしてた、はい、当時ファンの子に、ファンの子が撮った写真とかくれたりするから、はい、で、10枚もうた写真のうち全部俺自分で確認して、ああこんな時あったなって確認して、ライブだって家で確認した10枚中3枚腹にしちゃったからね。お、言うたでしょ、チャンネルで言ったでしょ。言ってた。すやん、俺も何枚か1枚宮迫さんの写真入ってるんですよ、ネタ中の。ネタ中やな、ほんで。そう、ほんネタ中やって相方、蛍原さんですどういう間違いやねんと思って。そう、あんのよ、あんねん、これなんて。でも当時マジで本人らも、いや自分でも、あ、間違えるわなと思って、あれだもん、これハーラーにしやなってなった時あるぐらい、当時はもうとりあえず服装似てるし、なんか雰囲気似てるし。そうですね、なあったあった、めちゃめちゃ似てた、今全然違うけど。あとやっぱり宮迫さんにようね、はいはいはい、痛めつけられたっていうのはありますよ ね、 でもね。そんなことないやろ、なんか悪いこと言うわ。いやいや、そうですやんか。何が痛めつけられたんですか。あの、天然素材で、うん、まあ、ダンスの稽古してますやん。してる、はいはい。で、まあ、休憩の時間ありますやん。8時間ぐらいやってたからね。まあもうずっとやってますからね、うん、ダンスの練習を。で、そこの借りてる体育館みたいなところに、うん、このなんかね、あのアメフトのボールがあったんですよね。はいはい、はい、なんかちっちゃいちょっとアメフトのボールみたいな、ね、ちょっとね、おもちゃっぽい、はいはいはい、でこれで遊ぼうかみたいな。で、誰が一番こう投げてパスを通すのがうまいか。まあ花形ですよ、こうボールね。はいはい、アメフトのその見よう見まねでやったんですよ。あったあったあった、うん、で、宮迫さんが、おじゃ俺もやらしてって出てきたんですよね。宮迫さんがこうパスを通そうとするんだけど、ことごとくみんなにブロックされるみたいな。あった、スパンスパン。あの、それまではなんか訳あいてやってないんで、なぜか俺のやつを全員で全部こうしようみたいなのり、暗黙のノリみたいになった。何回も通る。それはやっぱ宮迫さんが意気揚々と、俺はパス通すのうまいでみたいな感じで来はんのよ、はいはい、そうそうそう、いつも、はいはい、っていうのもあったから。俺実はね、あれこういったら俺なんですよ。じゃあ、まあ、スパンスパン止まってたよ、はい、ラグビーやったからね、はい、で、その感じで来てたから、うん、こんなん止めれるわ思って、うん、ほんま何パターン止めれるんですよ、余裕で。そう、でもほら、俺はほら、なんか綺麗にこう通ってる快感を味わいたいわけやから、最初は何も言わずにこうやってやった。そうそうそう、あの、でも4発目ぐらいでもう俺キレてたから。そうです。で、ほんで俺分かったんですよ、あれ、宮迫キレてますやん。それやね、俺は通さなあかん、俺はもう先輩やから投げてるから、はいはいはい、と思って、もうさっき違う方飛んだんですよ。俺バチってきたんですよ。俺飛んでません、さっき。なんでこう投げるんすかっていうとこ投げてきたんすよ。それ見てて、俺とか大輔がちょっとおもろうなって、宮迫さんにヤジを飛ばし出したのよ。 それが毎回、はい、宮迫下手くそーとか、もうでもさっきから全然パス通ってませんやみたいな。もうすでにもう切れてる状態にそれが来てしまった。だからもう俺はもうすぐやめとけやめとけ、大輔お相方やめとけと思ったんですけど、あの知らんから、遠くにおるから、そう、正面から顔見てないから、顔見て、俺はもう完全に切れた顔でこうなんてやってるの分かってないから。でずっとやったら宮迫さんがもうピタッと止まってるんですよ、斜め下見て。これですわ、これ宮迫さんがこれもう切れてるっていう時の前髪をこうするみたいな、もうスイッチで、やばいやばいやばいでもこれはもうこれは無理や思って、スイッチみんなしてるから。で、パス通らんのが何が悪いんじゃ言って、そこにあったあの長机、
うわーもうそれバーン投げ出したのよ。ガッシャーになって、うわーってみんな雲の子散らすように逃げて、そこら辺にあるもうなんかパイプ椅子とか持って、うわパイプ椅子もうほんまブーメランみたいにもうシャ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 みたいな、ほんでみんなやばいってやって逃げて、その用具室みたいなところにみんな逃げて、すべて、はい、ほんでみんなそこからガーくんのよ、その用具室をもう開けようとすんのよ。みんなで、ああもう一回、みんな耐えろ、ここ耐えろって言って、うちからずっと閉めてた。悪いのはいねえかみたいな感じ。悪いのはいねえか、生ハゲ用意だったよ。やばいやばい、力もうほんまゴリラパワーでグー上げてくるから、みんなでやって、宮迫さんが諦めた。諦めた、もうここはあかんと。何にもしてないで、ヘビイチゴの島川が。違う違う、いや、あかへん、あかへんって。あかへん、ぐらって、ぐらって、あかへん、あかんって、パッと振り返ったら、もう、その遊びにも参加もしてない。ヤジも飛ばしてない。ヤジも飛ばしてない。何もしていない、あの、ヘビイチゴの、ま、体がでっかい、ちょっと太ってたから。の背中がね、こう、なんか、台本がなんか書いてたの。その大きな背中があって、見えてしまって、振り返ったら。ほんで、普通に台本かなんか書いてる何にも関係ない島に何しとんのお前、ほら、おかしいやろ。ひどー、島が、何がですか何がですか。いや、そりゃそうでしょ。そう、ひどい、何にもしてない。ひどいね、何にもしてない。だからその怒りをただただ何にもしてない島に全部ぶつける。何がですか。やば、最低じゃないですか。最低やねん。でもそのおかげで、なんかあ、ごめん、ごめん島、あの冷静に戻ってさ、ごめん、すっきりしたわ島、つって島がずっと、え、なんでですか、え、何がですか。すいません。いや、だから、本当ね、いや、こういう人なんですよ、だから。いや、ほんまに皆さん、この宮迫さんのね、宮迫ですチャンネルね、みんな、あ、優しい宮迫さんと思ってるけど、こういう人なんですよ、本当に。知らせてないですよ、僕ら。そうでしょ、引き出すな。いや、こっちの方が本性なのよ。違う、まあ、いや、怖いんすよ、本当に。ブチ切れたら、ブチ切れさす方が悪いわ、普段怒らへんの。怒らへんや、まあ、いや、僕はそんな、まあ、最近はですよ、昔はよう怒ってましたよ、本当。そんなことないよ。ありますよ。何が、あ、そういや、浦井もなんか一回殺しかけたことあったな。え、どうした、ちょっと裏、こっち来て、え、俺入って食べて。うちのね、チャンネルのね、はい、同期なんですよ。昔芸人やってたんですよ。あ、そうなんですね。そう、三人だから同期、NSC、NSC の大阪の同期で、今スタッフやってくれてるんですけど、ちょっとほんまに今言うと、あるやろ、お前も。お前いつもあるんじゃん、ほんなら。僕は今聞いてて、はよもっと2人噛みついてくれと思ってました。うん、もっともっとあるでしょ。もっとあるやろか。まあ、当時昔一番、大輔と浦井と、宮川大輔と浦井と一番遊んでたか。そうですね、プライベートで ね遊んでました、はい、うん、だな。いや、もう言うとこ浦井も、まあ、いっぱいあるんですけど、はいはいはい、一番こう忘れられへんのは正月公演で、あれな、二丁目劇場、二丁目劇場出てたんですよ、はいはい、一緒に出て、で、ちょっとあの昔はお酒飲むの許してもらってたじゃないですか、うん、あ、正月はね、正月やったら、はいはい、見れたっていうことで、ね、で飲んでた、気持ちを飲んでたんですよ、はい、うん、だからこの人がやってきて楽屋で、うん、で、僕何か、まあ、今みたいなちょっとしたこと言うたんですよね、うん、ちょっとしたことなんか言うて、まあ、ちょっと気に障るようなことね、うん、そう、でも大したことないことやね、別にね、うん、まあ、うん、まあ、聞きましょう、ね、言うたらね、急に切れ出して、うん、急に切れ出して、うん、何もしよう、首持って片手ですよ、片手で喉はして、そのまま天井にバーンって投げて投げて、俺もでも、もう酒も飲んでるし、血も回、もうほんまに血も回って、もう危ない、危ない、言うてるのに、もうやめへん。違う、ほんまに、やめないですよ。ちょ、待って、息のね、止めるぐらいの勢いね、ほんまに。違う、これは、そこは訂正させて、まず、あの、浦井が、当時あの、浦井ボム言ってさ、はい、なんか、必殺だね、浦井の。で、暴れる。でなんかよう喧嘩してたんですよ、うん、あの他の後輩とかと。ほんでちょうど俺がなんか遅れてきたんかな、遅れて後から入ってきたら誰かと喧嘩してた、大好きやった誰かと喧嘩してて、はいはいはい、ほんでその声が狭いからさ、あの劇場の方、舞台の方まで声がもう響いてもうてるから、はい、うん、なるほど、音響さんも怒ってて、誰やるの、なんか声出してやったよなって怒ってんの、ちょうど入ってきたら、何ってなったら、誰かがまた浦井ボムが暴れてるんですよ、両手、うん、何やそれ、うん、言って入ったら浦井がほんまに暴れてて、いや暴れてて、やめとけよお前、響いてんぞ、うわ暴れて、全然聞かへん、俺にまで突っ込んできたから、
今誰に突っ込んできとんねんとか言ってバーンやってからバーンやったんですよ。天井僕結構背高いんですけど、背高いけどプランプランってプランプランってなって、ほんでほんで最終的にあの生まれて初めてですよ、人が白い泡吹く、カニみたいな泡吹いて、あ、宮里さん赤白いよって止められたってやったら、ほらなあ、そこまでやる必要ないですよ。暴れてたから消火器も、いやリミッターすぐ外すね、リミッターすぐ外すんですよ。あのあれしてます、僕だけじゃないんですよ。なんや夜中ね、僕あの寝てたんですよ、リミッターやってて、パッと開けたら、もう靴下だけ履いてるマスクマンが2人いてるんですよ。全だろ、ね、靴下だけ履いてる、下は何も着てない、マスク、マスクしてる、靴下だけ履いてるマスクマンがとりあえず2人おって、まず1人のびっくりするのにな、何で2人おんねん、まあ、大変やん、あ大黒町のマンションに住んでたぐらいは、俺も寝起きやから、ちょっと一瞬パニックに、いや夢、今なんで夢やって、 何が起こってるんだ、はいはいはい、うわーってそのまま真冬ですよ、真冬プロに連れてくれるんですよ、ユニットバスに2人に連れてくれて、どこで持っていたかわからないと、レンガとか持ってる、ええほんでレンガ、レンガで軽くここパーンいかれいや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 、犯罪やん、あほんまやん、ほんまやん、マジ、じゃえ、なんかもう説明が足らんすぎるわ、だって本当やん、ほんまもんね、受けてるからのこの意見ですから、当時ね、もうグループで飲んでましたと、5人ぐらいおったかな、はい、で、まあリーダーが俺でね、で、大輔があの副リーダーみたいな感じで、ちょっと大輔おるやん、ほんでほいで、あのこの両方どっちかの誘いを絶対断ってはならないっていう鉄の掟があったんですよ。はい、万が一しょうもない理由で断った、仕事とかそういうこと以外で断ったら、あの家に攻めに来られるっていうのはもうルール上決まってた。ああ、なるほど、ね、うん、そのルールをあのちゃんと綺麗に破ったんですよ。ほんで大輔と、ね、これは攻めに行かなきませんねってなって、え、何なんその格好、え、普通の格好でいいですよ、じゃあマスク一つにやるって言うんだけど、そう、ええ、まず何をしてあの攻めに行こうと、じゃあ大輔がプロレスマスクありますよ、まあこれは被ろう、ちょっとなんでこれスター抜く必要ないですよ、全部びっくりしたやろ、いやもうでパニックになる、何どうしたらパニックになるやろって考えたんですね、ちゃんと、そうそうそう、あの普通の黒ずくめとかだパニックにはなれへん、だから覆面して全裸で靴下だけ、どういうことかよくわからないで、レンガ持ってる、ブロック塀持ってる、なんやこれってなるやろうなっていうのを大輔とキャッキャ言いながらやって、やら、いや、言葉それでちょっとフラフラーってなる、うん、そっからですよ、どうもあらんのか、そこからユニットバスにあった歯ブラシをね、やべえ、歯ブラシどうした、僕ちょっと待って、歯ブラシどうした、僕の、言うたやん、言うたやん、これの、あの、編集で P やで、はい、言うたやん、人生やろ、人生やろ、僕のキューン、そうね、それ折れちゃうから、入れるんですけど、いや、入れるんです、入れるんですけど、持つ方じゃなくてブラシの方入れるんです、この人それ折れちゃうから、それやったら大好きです、もう頭おかしいですやん、はい、いや、それやったら折れちゃうよ、それやったら大好きやし、だってやってこれピー、ずっとピーやで大好きやし、入れて、はい、出して ついてるやんか、出して、ついてるの大好き、ギュン、それやないかって大好き切れてもうほら、そらすんなよ、むちゃくちゃやん、全部ダメ、全部ダメ、無理やて、こんな、こんな人、全部ダメやで、こんな人、今ずっとピーやあおっか、やめとけから、はいはいはい、ちょっと金銭に触れると、うんはいはい、この人はねちょっと、ブチ切れるっていうことだけ、皆さんちょっとあのスタッフの方でもちょっとでもそうそうです、ね、まあ、うん、でももう50ですから、そんなこともないですし、まあ、もういやないかもしれませんけど、お互いはいや学年は1個下やんか、そうです、そうです、でももうでも50になったやろ、いや逃げてそう簡単に変わりませんよ、やっぱり根っこにある部分はやっぱり腐りませんで、やっぱりそんなことないよ、もう大人しくなったからさ、大人しくなって、いや気づいてないだけかもしれないですよね、まあでもそうかな、何かタガが外れたら宮坪さんっていうのは本当に怖いっていうので、うん、今は優しくなって丸になったかもしれませんけど、うん、気をつけてくださいっていうことだけ、でもあのちょっとね仲良くなってね、なってくるとね、はい、余計いや気をつけた方がいい、そうなんですよ、結局、まあ、いろんな騒動も含めてそうやけど、ブーンってなるともうどうでもいいってなってしまうんですよ、やったらってなってしまうところがあるから、ええ、本当に いろんなことを起こしてしまったのも事実やし、はい、過去もあのすごい偉い方を普通にあの投げ飛ばしてしまったことがあるね宮崎くんダメって止めに来るの、お前もじゃあバッよう考えたら遠の昔、何十年も前に俺は、はいはい、あの
クビになってて叱りの男なんですよ、はい、もともとそうですね、そう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 丸なりすぎたっていうのもちょっと悲しいみたいなのもあるんですけどね、あの頃ね。だからさっき、まあ、俺らのチャンネルでね、やっぱり宮迫さんのね、ね、あの立ち振る舞い、あーちょっとぜひ見てほしいな、ちょっと昔の宮迫さん戻ってきたなっていうのね。で本来のね、まあまあ、本来のね、持ってる宮迫さんの感じだよっていう、まあ、ええ、まあ、うん、懐かしかったよ、確かに、はい、軽くちょっかい出したら何倍にもして返してくる宮迫さん、まあ、そこまでやるかみたいなね、はい、ええ、よう叩かれましたもん、本当に、濡れたおしぼりですからね、はい、靴べらね、ここ後頭部とかね、雷っていうなんか技つけてましたけど、はい、雷っていう技、何降ってんの、いや、降ってない、こんなようやられましたよって、雷降ってんのやる、はい、あとただ、ね、背中に割り箸刺すだけみたいなあんまり言えないですけど、ごめんなさいね、宮迫さん、違う昔の話ですけどね、割り箸を刺されてました、俺はプロ、あくまでプロレスやん、これは、うん、でしょ、プロレスかなぁ、プロレスどうですいう、うん、そのぐらいで片付けられるような力ではなかったですけれどもね、全部うるさいな、ずっとさ、ずっと怪我も実際してる、なんかいやいや、もう60分も喋ってねえか、もうええやんか、もういやでも、こういう機会、あ、宮迫さんってほらじっくりね、こうやってね話す機会がなかったんで、まあ、確かにもう2年、うん、やっぱり俺どこで宮迫さんやっぱ怖いなっていうのがあるんですよ、うん、でもええ、いやもう帰れやいつまでもほらつまでも、ね、おかしいでしょ、おかしい、こういうことですね、おかしいですよ、そんなの行きます、そんな躊躇なしに首行きます、首と顎行きます、こんなもん久しぶりに大手なんかグダ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 、もっとハッピーな話、いやハッピーな話したいですよ僕もね、でも全部ね、まあ、やっぱり吐き出してね、またフラットにしてね、またでやねん、ゆきなとでやねん、いやいやあれあれ普通に飲み出した、あれなんでだいぶもうエンディングですけどボクボク飲んで急にエンディングで急にタピオカを飲み出した、我慢してたんやなくなってるやん、いや、ごくごくなんだ、いや、怖ペロペロやった、いや、俺のやった俺のやつ、怖い、もう終わろう、あかんあかん、はい、ありがとうございました、またあの、藤原のチャンネルの方にも飛んで見てあげてください、はい、よろしくお願いします、本当にね、つけておきます、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、聞いててください、本当に、皆さん終わり、ああ、面白い、どうも、雨上がり結社の宮迫です。突然ですが、お知らせがございます。はい、宮迫さん、はい、以前動画で製造業アンバサダーに就任したの覚えてますか。私、就任いたしました、はい、工場に行って、はい、イライラボやったりいろいろやりましたね、はい、そこでお世話になったチームクロス FA さんから、はいはい、はい、ちょっとお知らせございまして、3月20日に3月20日、はい、はい、オンラインで製造業フェスを、うん、素晴らしい、行うらしいです、はいはい、やっぱりあの我々のチャンネルってちょっと年齢層が高い方もいらっしゃいますし、はい、おそらく製造業に携わっている方もたくさんいらっしゃると思いますの で、 でしょう、ね、このフェスは素晴らしいものになると思います、はい、はい、まあ、あの製造業を盛り上げて日本を盛り上げていきましょうよという、はいはい、イベントでございまして、うん、まあ、ちょっとこの告知をぜひ皆さんですでもしようということで、あ、もちろんです、はい、はい、で、まあ、さらに、うん、見ていただいた方にプレゼントをちょっとプレゼント、はい、用意しました、何しましょうあれです、あの出た宮迫さんのね、フィギュアですわ、はい、はい、塗装が残念なことになったんで、それはちょっと僕のあれなんですけど、それはお前の方のやつ、はい、はい、塗装前の、塗装前はちゃんと俺やねそうですそうです、塗装して別人になったんやキリストの栄養おばちゃんが祝福して変な感じになったみたいなやつになってしまったやつな、ネゴシックスさんって褒めて終わりましたなってたわはい、その塗装前 の、はい、ちゃんと俺のやつね、はい、はい、それを見ていただいた方にプレゼントできる企画もあるということですので、はい、はい、ぜひ皆さん見ていただければとお願いいたします、はい、で、このリンク、本編にリンクを貼っ付けておきますので、はい、概要欄に貼っ付けておきますので、はい、皆さんそこに飛んでぜひゲットしてください、はい、塗装前のちゃんとした俺のやつです
僕のやつなので、ぜひお願いします。はい、というわけで皆さん、製造業を盛り上げていきましょう。ありがとうございます。